出ろ出ろ、一体でいいよ、星5は一体でいいよ、一体出たら止まって、ざけんな、マジかよ。うわなんでなん、よいしょ、はい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 、止まって、いやトムワクワク全然ねえな今回、うーわうーわもう最悪。どうもこんばんは、ヨルダマです。今回なんですけど、ホップステップ限定ガチャ、こちらの方を引いていきたいと思います。でこちらのガチャなんですけど、旨味があるのは10連目、20連目、そして50連目になります。なので150個オーブないよって方とか、オーブめっちゃ少ないよって方は引かない方が絶対にいいです。マジで罠これ。はい、でなんでかっていうと、まあ大体ね、まあどのソシャゲでもホップステップガチャあるんですけど、まあ大体ね、その3回目4回目とかになってくると、まあ何かしら特典があるんですけど、今回ないからね、マジでほんまに気をつけてね。めっちゃただオーブを使う回数が増えるだけだから罠だと思います。はい、あとはおすすめとしてはね、やっぱどうしてもそれでも引きたいよって方は、4月24日かなのその限定というかモンストニュースがあるんですけど、そこまで待った後で引く方が絶対いいかなと思います。コラボの発表とかも多分あると思うんでね、あの5月にあるんだったら、はい、なんでそこまで待って引くようにしましょう。で僕なんですけど、本赤はまあオーブまだあるので、本赤で50連で、サブ赤で10連引いていきたいと思います。まあこれがね、現実だよ、限定確定って言ってもってところをね、見せていこうかなと思います。で提供割合なんですけど、 12%、 まあいつものガチャだね。で詳細どこまで限定が出るかっていうと、まあ最新限定のルナまで出るっていう風な形なので、まあそういう形でね、引いていこうかなと思います。はい、ではね、10連目早速引いていきたいと思います。いくよ。まあ罠だと分かって引くの嫌だな。よいしょ、はい、いくよ、よいしょ。僕の場合は多分止まったらほぼ限定書くかな。よいしょ。おい、おい、おい、おい。まあ、これだよ。これだよ、これだよ。あ、ごめん。ボックス整理してくる。はい、ボックス整理してきました。ではね、20連目引いていきたいと思います。いくよー。でもネオとかもね、1体しか持ってないから、ネオ出れば、まあいいかなって感じだね。よいしょ。確定演出は、ある、おっとー、確定演出来た、あるんや、やっぱ。ってことは、限定止まれば持ってない。限定。しょうもない限定だったら、はぁだ。はぁ、もう、だからほら、限定で言っても、こんなんがあるんだよ。こんなんが。こんなんがあるから、マジ罠なんだよ。まあ、嬉しいんだけど、出たことには。はい、30連目いきたいと思います。お、ネオピックアップじゃないのこれ。ネオ来るんじゃない、いくよ。はい。よいしょ。はい。確定演出は、なさそう。いやーね、あんなん、だから限定って言っても、めっちゃ限定いる中、だからしょうもない限定とかマジ出てくる可能性があって。だから、ほんまにね、限定一体の文字には惑わされたらダメって、これが多分現実だと思う。マジ、マジで。現実を見せていくガチャなんで、今回。はい。では、40連目いくよ。よいしょ。ね、このガチャちょっとね、早めに公開したいなと思ってて、まあこれが公開されたらね、皆さんね、罠だと思ってね、引く人が減るかなと思うんで、まあ僕が人柱になるよ、これ。いよいよ、おい、はい、確定演出はさらっとなし、はい、はい、はい、もう、やっぱりな、はい、ラスト、本話からラストね、10連いくよ。あ、星玉溜まるんだね、もう星玉まで溜まらんのでよかった。いきまーす。よいしょ。おい。まあ、限定確定だからね、確定数はおそらくあるだろうと思うけど、あ、おるだろうと思うけど、ないのかい、ないんかい。いやー、じゃあもうダメだ。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 はい。はい。ヌーアザ、ほらほら、見てほら、この罠ガチャ。もう終わりだろ、こんな。ふざけんなよ。いやー、持ってんねん。強いけど、ほら。ほら、まあ、ラファエル当たりだから、まあ、いっか。はい。ということで、まあ、50年引いても結局こんな結果なんで、まあね、皆さんね、マジで、くんやったら要注意して引いてください。ではね、サブアカとモブタマさん引いていこうと思います。はい。では、サブアカの方引いていきたいと思います。サブアカ10連引いていきます。では、行くよ。20連目まで引くか。オーブ100個ぐらいまで引くか。行こう。それで行こう。よいしょ。多分。多
多分この結果によってはそうする。この結果によっては20連目まで引く可能性ある。確定はなし。よよよいよいはいよいえいよいはい。はぁ、桜木に出まくりじゃないか。あ、ボックス整理します。はい、整理してきました。まあ、あと10連だけね、20連引くか。いっちゃうか。いっちゃおう。え、桜木出まくりじゃない？ちょっとおかしいんじゃない？バグってない？これもうちょっと報告だ。バグだ。バグだ、バグだ。いや、ちょっとさ、最近さ、同じキャラ出る現象多くない？なんか、本当に。なんでなん？よいしょ、おい、はい、ほい、ほい、止まって。いや、ともワクワク全然ねえな、今回。うーわ、もう最悪。はい、では、モブタマさん行ってみたいと思います。はい、では、モブタマさんやってまいりました。うわ、これさ、星玉溜まるから、賞味引きたくねえんだけど、10連でいい？星玉。コラボに残しといきたいから、これはちょっとね、オーブも少ないから、10連引きたいと思います。では、行くよ。うわ、もう。よいしょ。てか、爆死したらこれやべえんだ。まあ、1体は出るでしょう。よいしょ。もし爆死したら、もうね、あともう10連引いていこうかなと思う。20連目ね。いや、これ爆死しなかったら、まあ最高。1体でも出れ。出ろ出ろ !1 体でいいよ。星5は1体でいいよ。1体出たら、止まって、ざけんな、マジかよ。うわー、ピカピカーン、もう来ないよね。わかってたけどさ。うわ、やったー、マジやり申した、これ。あー、じゃあ、あと10連引く。もう、マジかー。ちょっとさー、おい、もう、姫路はもう何体も持ってんねんな。ニューかなー。モブ玉はニューだ。まあいいよ。はい、では、あと10連引くよ。もう、最悪。やったなー、これ。いやー、マジか。はい、では、行きまーす。はぁ、あ。はい。くっそ、マジ、このガシ、くっそやな、ほんまに。終わってんなー。よし、終わってんな。いや、もう、ダメだ。いやー、みんなこんな、あ、止まった。みんなね、こういう風なことね、ないようにしてくださいね、マジで。誰こいつ？あー、ゾウさんね。ガネーシャ。ガネーシャ強いよ、でも。よいしょ。みんなマジでね、ほんまにね、注意してね。あー、いやー！はい、ということで、今回ね、ホップステップガチャは、こんな感じの結果になりました。はい、皆さんね、マジで注意してください。さあ、ほんま罠だからね、これ。はい、ということでね、今回の僕のガチャ動画はこれにて終わりたいと思います。では、バイバイ。